皆さんこんばんは、 MK です。星のカービィ Wii デラックスパート11やっていきましょう。今回も前回に引き続きレベル3オニオンオーシャンの方を進めていければと思います。ステージ2からですね。集めるエナジースフィアは全部で4つなんですけども、4つだとはいえスーパー能力があるかと言われるとこれまた違ったりするんですよ。素で4つ見つけないといけないかもしれないので目を凝らしながら進んでいきましょう。そして3パートくらい連続でマルクのお面かぶってますけど、そろそろお面変えませんかと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ちょっとね、次やりたいミニゲームでマルクのお面をかぶるっていうやつがあったので、まあ今回ねミニゲームそちらをクリアして次のお面なんか違うのかぶりましょうか。まあマルクも結構可愛いから気に入ってはいるんですけども、と言ってる間にソードをゲットしました。ソードは水中でも使える数少ない能力の一つですので、しっかり360度攻撃しながら進んでいきましょう。そう、スノカービィだとね、バブルを、バブルっていうかなんて言うんだろう、なんかちっちゃい泡みたいなのを吐き出す攻撃になるんですけども、結構シリーズによるか、夢の泉とかだと水鉄砲みたいなのを飛ばす感じになりますよね。リーフどうしよう。リーフよりもソードの方が使いやすい気もするけど、ここで意味深にあるということは多分この先リーフの方が楽なんでしょう。じゃあこちらに変えて進んでいければと思いますが、ちょうど綺麗になくした。危な上登ってからで良かったですね。そして今のはしごサンゴみたいになってて綺麗だったんですけど、皆さん見ましたちゃんと映ってる時に言えよって感じなんですけど、サンドの方良くないか。できれば新能力行きたいですよね。ということでサンドカービィやっていきましょう。スリープも気になるけどさ、スリープってさ、カービィ Wii だと特になんもないよね。一応試していい？回復するわけでもなかったと思いますが、あれ？ああ、後ろから来てるし回復もしないし最後まで寝てれば回復すんのかな。ちょっと一応ため、あ、いや、ちょ、この、なんか、鼻ちょうちんで攻撃とかもないか。ああ、特になんか回復するわけでもなさそうですね。星のカービィ Wii じゃねえや、星のカービィ、ディスカバリーとかだと、スリープがね、またこう、パワーアップされてベッドで攻撃できたりとか、するんですけど、星のカービィ Wii デラックスでは特に変更ないみたいです。まあ、スリープってもともと外れ能力ですからね、初代、まあ、初代っていうかコピー能力の元祖夢の泉の頃からあるやつですけども、はい、カッターゲットしまして、お、下にエナジースフィアあるよ。戻る感じか。あ、これか。これで足場を落としてこっち側でゲットしていく。一つ目であってくださいな。どうでしょうか。オッケー、一つ目。待てよ、この段階で一つ目、いや、どうだろう。素で4つ取らせるやつなのか、スーパー能力が出てくるのかって感じですけども、いやでも中ボス、あ、スピア来た！これ結構強いんですよ。そう、スピアは水中でも使えるし、攻撃の範囲がめちゃくちゃ広いので、MK さんもお気に入り能力の一つでございます。そしてこのね、飛び道具も使えたりするんですよね。ほら、これで、あ、投げれるんですけど、うまく当たんないね。ほら、このね、水中でこの、長距離、攻撃というか、まあ、遠距離って何て言えばいいんだろう。超、な、う、範囲。ちょっと日本語難しいね。超範囲攻撃。広範囲攻撃って言えばいいのか。なんかあんまその言い方もしっくりこないけど、まあ、広範囲にね、攻撃できたりするので、こちらをうまく使いこなしてエナジースフィア探していきましょう。広範囲で合ってるか。ちょっと今寝起きなんでごめんなさいね。そう、いつも MK さん割と寝起きにゲーム実況を撮るんですよ。よくないね。ちゃんと覚醒してから撮ってください。はい、ごめんなさい。そう、1日2、3本撮るからさ、まあ、まず起きたら1本撮って、それ編集しながら、こう次何撮ろっかな、みたいな感じなので、まあ、生活リズム的に毎日上がる1本目とか、まあ、日によるけど、そういう感じで寝起きがあったりしますので、ご了承くださいなんですけども、一つ見つけました。そして、スピアだからといって結構ゴリ押し気味に進んじゃって体力なくしてんな。ちょっと気をつけましょう。お、エナジースフィア2つ目発見しました。多分2つ目だと思いますけども、これちゃんとさ、
下のさ、この魚倒してから解放した方がいいですね。しっかりそういうのも見つつやっていきましょう。どうだ、エナジースフィア、これが2つ目 OK。 スピアカービィでエナジースフィアを探してるっていう、ちょっとこうややこしい単語が出てきておりますが、残り2つ。いやでも、えいって、ステージの長さ的にスーパー能力じゃやっぱりなさそうですよね。ちょっと待って、あんまり調子乗ってさっきから食らいまくってるから、あ、その先怪しくない？ここ下降りると、コインスターでした。そして厳密に言うとコインスターじゃないよね。ポイントスターか。いや、そう、コインスターはね、ディスカバリーの言い方なんですよ。うーわ。なんかその辺もややこしいな。まあちょっと MK さんの中でごちゃごちゃなんで、どっちでも言ってる時あると思いますが、ご了承ください。多分正確にはポイントスターだと思います。星のカービィ Wii は。そして、そこのラーメンが欲しい。トゲの上にラーメンがあるという謎状況でございますが、ちなみに昨日 MK さんは夜ご飯ラーメンでした。そんな話はいいとして、バナナをゲットして、うわ、これさ、落ちないように進んだ方がいいよね。確かね、この靴の状態で水中行っちゃうと、あれだったと思う。一発アウトだったと思う。そしてここも、危ないよ。あれ？次のやつあるかな？なんかもうちょ、あった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 。もうちょっとこの靴で進みそうな感じがしましたよね。そう、これはまあ、靴マリオじゃないですけど、星のカービィ Wii から登場した、靴というアイテムでございます。これ下か？エナジースフィアじゃなくて1アップだった。これさ、待って、ほい、あ、ほい、間に合い、ここ、おい、あぶね、今の怖いよ。これ上か？上だよね、多分ね。こう、ほい、ほいからの、ほいで、どうだ？あ、オッケー、これ、これじゃない、これじゃない、オッケー。扉が2つに分岐しておりましたが、こっちで入ると、どうだろう、エナジースフィアゲットありがとう。いや、今の結構難かったんじゃない？ブロンドバードをうまく、こう、靴で乗っていかないと、多分、こっからね、出たことになったと思います。危な。こっちから出たら、どうやってもエナジースフィアはゲットできませんからね。ということで、あと一つ。どうだ？どこにある？スピアの能力を失わないように水中進みますけども、出た。の、もう、ニンテンドーお得意の、あれですよね。まあ、うなぎ、アナゴ。なんて言うんだろう。なんか毎回毎回呼び名が変わったりしますけども、マリオだと本当にね、このウツボがトラウマキャラなので、カービィだとこの可愛く描写されててありがたい感じではございますが、ウツボ、ウナギ、アナゴ、何が正解？あ、多分ね、いや、でもどうだったかな。ね、マリオはウツボなんですけど、オデッセイのやつがウツボじゃなくてウナギなんだっけ？アナゴなんだ。あれ？ギャラクシーのやつがアナゴなんだっけ？なんか違う呼び方のシリーズがあったような気がする。あれ、気のせいか？そして危ないよ。スピアカービィでうまくこのブロック壊せましたね。上にも何かありそうでしたが、サクランボか。特に今は体力満タンなのでいらないでしょう。このカービィだと何なんだろう？うわ、でもウツボかな？わからん。ちょっと生物学的に詳しい方いたら、このヒレの付き方とかでぜひ特定してみてください。っていうか、多分ちゃんとした名前があるな、これ。この間、そう、カービィのね、図鑑的なのが発売されて MK さんも買ったんですけど、あれに乗ってそう。ということで、なんとかゴールできました。エナジースフィアもコンプリート。そしたらゴールゲームの MK さん、今回も見せていきましょい。どうだ、行ったんじゃない？一番上まで OK。 うまくないか？どうする？なんか、どうしよう？コンテストみたいなの出る？このゴールゲームの。このゴールゲームの、なんか、e スポーツみたいなのがあったら MK さん出場したら1位取れるかもしんないね。そんなピンポイントであるかいという話ではございますが、OK、ステージになんとかクリアしました。そしたら今回もワイワイマホロアランド向かっていきましょうか。お、スフィア35個でコピーお試し部屋2がオープンしたよ。船でコピーが使い放題。よし、じゃあまあそれは今度行くとして、ワイワイマホロアランドをやっていきましょう。なんだかんだマホロアチケットも4つゲットしているので、これで1枚ぐらいお面もらえないでしょうか。どうでしょう。あー、ギリギリ足りてない。
あと2つでした。そしたらマホロアのお面をつけつつ、こちらですよね、タッチ早打ちカービィやっていきましょう。ミッション確認すると、これか、おっと僕も混ぜるのさ、マルクのなりきりお面をつけて遊ぶと。でタッチ早打ちカービィを初めて遊ぶ。ボンバーを打たずに勝利する。一度も弾切れせずに勝利する。なるほど。でレベル2でマホロアの的、まあこの辺は後で考えるとして、遊び方見ていきましょう。スティックで狙って A で的を打ってね。ボンバーは打ってはいけないよ。なるほど。弾が切れたら X でリロード。リロード中は的を狙えないからタイミングを見極めよう。ジョイコンを傾けて遊ぶとき、あ、これジャイロでもいけるんだ。操作がうまくいかない場合は Y でカーソルを真ん中にリセットしてね。一人の時は本体片手に画面タッチでも遊べるよ。的をタッチして打って、カービィをタッチしてリロードしよう。なるほど。まあじゃあ今回はジャイロでやろうかな。 MK さん最近スプラトゥーンずっとやってますから、ジャイロの方が得意だと思います。そしてちょっと説明遅れましたが、このタッチ早打ちカービィは星のカービィウルトラスーパーデラックスで出てきたあのサブゲームでございます。コントローラー水平にして A、 はい、よし行きましょうか。これで中央にしてレディーゴー。弾切れ気をつけましょう。ほい、いいよ、ほい、ほい、 OK でリロードして、いいよ、満点取ろう、なんならここで。はい、でボンバーは打たないように気をつけますよ。ほいほい、オッケー。ちょっと敵も弱いから今回は満点取りたいな。ほいほい、いいよ、ボンバー気つけろ。あっ、くそ、まあまあまあしゃあない、さすがに無理か。あ、てかもうこうなっちゃうんだったら無理なんだどうせ。でほいほい、満点はこれ物理的に無理なんか。いや物理的にはいけそうだな。でほいほい、いいよ、でほいほい、そのボンカースとか特別なやつは点数、ああ弾切れ起こした。まあまあまあしゃあねえや。じゃあボンバーを打たないようにだけ気をつけましょうか。お、デデデのやつ打ったよ今。ほい、いいよ、でリロード。うわ、これ結構弾切れ頻繁に起こすな。これちょっとこまめにリロードしないとやらかす。あ、マホロは打った。でボンバー打たないようにして、オッケー、どうだ、あ、まだか。ほいほいほい、オッケー、ジャイロうまいよ。はい、コック川崎、ほい、どう、まだ、はい、川崎どう、結構取ったんじゃない。おぉ、1280、めちゃくちゃ高ポイント。90、50、60、大丈夫みんな、やる気ある。春風のガンマン、はい、ゲットしまして、ボンバーを打たずに勝利する。そして、マルクのなりきりお面をつけて遊ぶ。3つ攻略できました。じゃあまだまだ行きましょうか。次が残弾数は切らさない、これね、ちょっと意識しましょう。でレベル2でマホロアを打ち抜く。なるほど。でレベル3は700点以上。うわ、累計200枚とかもあるんだ。まあじゃあとりあえずレベル2行きましょうか。ジャイロ操作で遊んでいきますと、弾切れマジで気をつけよう。今回狙うべきは弾切れくらいだと思うので、勝ちつつ弾切れ気をつける。それだけでいいですよ。あんまり焦って弾切れ、おっと、起こさないようにだけ気をつけましょうね。結構リロード頻繁にしよう。ほい、いいよ。で、ほい、うわ、まあいいや。ほいほい、オッケーよ。早打ち、おいおい、素晴らしい。リロードして、もう毎回リロードするぐらいでいいな。ほい、いいよ。で、ほいほいほい。うわー、これナックルジョーの方がポイント高えんだ。ほい、いいよ、はい。うわー、今のどっちが高かったんだろう、わかんなかったけれど。おいおい、弾切れ気つけろ。ほいほいほい、ボンカース素晴らしい。はい、ナイス、ボンバー誰か撃ってくれた。まあ今回は撃ってもいいっちゃ撃ってもいいんだけどね。さらに、おい、メタナイト、マホロは撃つってやつあったよな。うわ、弾切れ危ねえ今。ほいほい、弾切れ危ないよ。ああいういっぱい的が出た時マジで気をつけよう。来るぞ、マホロア、来た、マホロア撃った、マホロア撃った。今マホロアの点数というかあれは取れたはず。ほいほい、勝ってるよね、さすがに、さすがに勝ってると思うけど。弾切れ起こすな、950点。敵の点数、やる気ある、60、50、180。ちょ、やる気あります皆さん、ちゃんと本気でやってくれ。一度も弾切れせずに勝利する。そしてレベル2でマホロアの的を打つ。クリアしました。そしたら次がレベル3で700点超え。これが結構むずいのかな、これと、あとはまあ累計200枚、これはまあやればいけるから、まあ実質レベル3で700点超えさえクリアすればあとは OK か。よし、じゃあもうレベル3もやっちゃいましょう。傾けて遊ぶでスタート。700点ね、今のところ全然超えてるんですけど、レベル1よりレベル2の方があの点数的には少なかったので、どんどん難しくなるんでしょうね、これ。はい、リロードして、おいおい、やばい、めっちゃ早い、いや、ちょっと早い、ほいほい、いいよ、
落ち着け。おい、ナックルジョー撃った。はい、はい、ナックルジョー撃ったよ。ほい、ほい、あー、くっそ。これさ、無理に、うわー。うわ、くっそ。待って、やらかした。マジでやらかした。ほい、やべ。落ち着け、落ち着け。大丈夫、大丈夫。ほい、ワドルで撃って。ほい、ほい、いいよ。ほい。気をつけろ、落ち着け。おい、おい、あ、くっそ。ほい、ほい、ほい、うまいね、今の。ほい、ほい、ほい、くっそ。ちょっと待って、もういいや、これはいい、これは諦めよう。おい、素晴らしい。来いよ、来いよ。ほい、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 素晴らしいよ。待って、700点でしょ、結構きついか。はい、落ち着け。ほい、ほい、うまいよ。うわ、さっきのボンバーマジででけえ。手前のやつめっちゃ撃て。よし、オッケー。弾切れを起こしてもいい、もう。ほい、ほい、いいよ。あと3秒。ほいほい、最後来るよ、最後来るよ。ほいほいほい、と、750点、素晴らしい。うまくないか、MK さん、このゲーム。シンプルにうまくない？スプラトゥーンやりすぎということで、700点以上取れました。で、すべての難易度で勝利するもクリアしたんですが、累計200枚の的を打つ、これができてないので、まあ、これ、もう一回レベル3やって達成したいところでもありますけど、まあ、一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょうか。広場へ戻って、何のお面がゲットできているんでしょう。どうだ？スタンプ3個で、お！フランルージュ。で、成績ボーナス、元気ドリンク1個で、お、コック川崎、ありがとう。まだいける？もう一個ぐらいお面、あ、ゲットできないか。お、そして、うわ、かっこいい。金のダークメタナイト像が建てられた。うわ、なんだこれ。ダークメタナイト分身の方。ニッチだな。そう、分身した時のお面がこう、見た目が変わるってやつがあるんですけど、めちゃくちゃニッチなお面が来たよ。これわかるか、みんな元ネタ。そしたら、どうしよっかな。じゃあ、MK さん好きな、いや、フランキッスにしましょう。MK さん、フランキッスちゃん大好きなんで、このお面で次回やっていければと思います。よーし、じゃあ次回またストーリーモードレベル3の方を進めていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。